はい、ということでクアラルンプール国際空港の方に羽田からね到着したのですが、今からねまた羽田に帰るためにチェックインカウンターの方でチケットの方を発券したいと思います。今はですねマレーシアの現地時間で朝の6時半ぐらいなんですけど、結構人がいっぱいいますね。やっぱりマレーシア航空の方が結構混んでますね。自分は ANA なので確か G カウンターだったかな、そちらの方に向かいたいと思います。チェックインカウンターまだ開いていなかったのですが、無事ねキオスクセルフチェックインの方でねチェックインしても先に空港の制限エリア内に入りたいと思います。まあ、今回自分機内持ち込み用の荷物しか持っていないので、まあバックドロップす、あ、荷物預ける必要もないのかなと思って、このままねもうゲートオープンするまで待ってるのもしんどいんで、このままもう出国したいと思います。はい、ということでこちらのね、まあ、昨日も来たんですけどゴールデンラウンジの方に入りたいと思います。ここのラウンジはねもうシャワーもありますし仮眠室もあるんでね、もう最高ですね。グッドモーニング。Thank you. はい、こんな感じでね、今シャワーを浴びようと思います。結構綺麗ですね。でめちゃくちゃ広いですね。でトイレもあります。ちょっとねドライヤーとかはないんで、女性の方はあれかもしれないんですけど、まあ自分は使わないんで十分ですね。もうここでシャワーを浴びてもう寝ようと思います。はい、あと6時間あります。長いな。はい、ということで今クアラルンプールのねゴールデンラウンジ2回目なんですけど入っております。で今シャワーを浴びて今から朝ごはんを食べようかと思います。朝ごはんって言ってもまあ14時フライトで今何時だろう、7時半ぐらいか、あと6時間か5時間ぐらいあるのでね、お昼ご飯も兼ねてみたいな感じなんですけど、もうね飛行機乗ってると機内食ばっかでお腹すぐ膨れるんですけど、今ちょうどねもう感覚的にだいぶ時間が空いてお腹が空き始めたのでちょっと食べようかなと思います。やっぱりね食事もものすごい豪華ですし、この前も食べたんですけどこのラクサ、これはめちゃくちゃ美味しいですね。であとサーモンとかチキン、なんかシューマイみたいな、そんな感じで持ってきました。他にもねワッフルとかも焼いてくれますし、サンドイッチも自分でオーダーして一から作ってくれるサンドイッチをねしかも持ってきてくれるんで、だいぶクオリティは高いなと思います。これはあのスポーツドリンクみたいなやつですね。こちらがシューマイみたいなやつかな。うん、うん、はい、ということでこちらのね仮眠ルームの方でちょっとねフライトまでの間ちょっと寝ようかと思います。ベッドの上で寝ながらパソコンとかやってね時間を潰そうと思います。こちらもねもちろん無料です。はい、ということで今現在ねクアラルンプールの国際空港ゴールデンラウンジの方でくつろいでるわけですけども、まあラウンジ内でね過ごしてる間に YouTube のライブとか実際やりまして、見てくれた方ありがとうございました。あの1000人登録者が1000人いったら海外ライブをやるっていうのを決めていたので、まあ一つね達成できてよかったかなと思います。でもまあ今回平日の昼間なんで見れない方も多いっていう意見も来ましたから、また今度はしっかりとね皆さんが見れる時間帯でどこか海外でライブをやりたいなと思っております。もうあとね30分ぐらいしたら ANA の羽田行きの便のゲートがオープンしますので、そろそろ準備をしてねいよいよラストの
SFC 修行としてはラストのフライトに乗ろうかと思います。まあね、まあ、もちろんお金もかかってるんですけど、いろいろととにかく時間が長かったですね。はい、もう今年1年かけて僕やったようなもんなんで、ようやくこの時が来たかというなんか何とも言えない今気持ちでラウンジの中でね過ごしてるような感じなんですけども、まあ今回の修行トータルでどれぐらい飛行機に乗ったのかとか、まあ、まとめの総括についてはねまた別で動画を上げようと思いますので、そちらの方を参照にしてください。ちょっとアプリでねどれぐらい今ポイントが溜まってるかっていうのを見せたいんですけど、あとね到着した後このフライトが終わった後ね何ポイント溜まってるかっていうのを発表したいんですけど、まだねアプリのその更新というかそのデータが切り替わるのに 2,3 日かかるんでね、フライトが終わった後、まあおいおいしっかりと皆さんにね出していきたいと思いますので、お楽しみにしていてください。今からねラウンジを出てゲートの方に向かいたいと思います。はい、ということで優先搭乗が始まりそうなので、そろそろね行きたいと思います。ご搭乗ありがとうございます。ございます。ご搭乗ありがとうございます。はい、ということでクアラルンプール羽田間3フライト目すべて 17K で通して私乗っております。まあ、機内の説明はねしなくてもいいと思いますが、一応これだけは見せておこうかな。ボーイング787ですね。はい、こんな感じで今日は結構ね天気もよく晴れております。はい、ということでまあ長かったこの修行の最後のフライトということで、まあね、達成感もあるんですけど、なんていうんですかね、今までに味わったことのないな疲労度がありますね。これ最後追い込みかけて終わりの方にね集中的に畳みかけるかのように飛行機に乗りましたんでね、まあ、計画的にちょっとずつ進めていく方はの方がスタミナ的には消耗は少なくて済むんじゃないかなと思います。まもなくね離陸をします。しました。この後ねいろいろと機内サービスが始まると思うんで、またそのプレビューをしていきたいと思います。はい、こんな感じでね今ドリンクサービスとお菓子がね来ました。こんな感じです。はい、ということで今機内サービスが始まりました。こんな感じで今回はね魚を選びました。とあとサラダと
コーンスープとうどんとなんかマリネみたいなやつですね。はい、こんな感じでございます。まあ今回のね、機内食はまたハーゲンダッツが出ました。これはね、日本のやつじゃなくてフランスのハーゲンダッツみたいですね。はい、こんな感じでございます。こんな感じでプレミアムエコノミーのね、まあ、限定でこうやってビジネスクラスのデザートがもらえるということですね。はい、こんな感じです。到着前のね、軽食が配られました。まあ、パンと飲み物ですね。はい、ということで現在ね、トイレの方に来てみました。こんな感じですね。まあ、やっぱりビジネスクラスのトイレに比べればそこまで大きくはないですね。はい、あと1時間ほどで羽田空港に到着します。もう今回はね、爆睡してたのにあんまり、ね、動画は撮ってないんですけど、そんな感じで、ね、ございます。まあ6時間半ぐらいあったフライトが、まあ、あと1時間ぐらいで終わることになります。まあ、それでですね、このフライトをもって自分は SFC 修行の方達成ということなんで、まあね、まだ実感としては何もないんですけど、とりあえずね、早く羽田に着いてホテルに行きたいと思います。はい、もうちょっとね、疲れが結構溜まってきてます。はい、シートベルトを締めになったままお待ちください。はい、ということで、羽田空港の方に到着いたしました。これにてね、 SFC 修行完了ということになります。はい、疲れました。はい、ということでSFC 修行完了いたしました。もう感無量です。まあ、今後ね、 SFC カードが届くまでの動画であったり、また総括、この今回の修行でかかった費用とか時間とかフライトとかを細かくねアップする予定でおりますので、ぜひともそちらの方も、ご覧になってください。今回はこの動画これで終わりたいと思います。この動画がね、良かった、参考になったと思ってくれる方は高評価、グッドボタンの方をよろしくお願いします。またね、チャンネル登録、インスタグラムのフォロー、ツイッターのフォローもぜひともよろしくお願いします。以上、スーチャンネル、スーでした。バイバイ。